スロバキア航空はかつてスロバキアブラチスラバ市を本拠地とした航空会社である。2005年にオーストリア航空参加に入り、2007年に事業停止し倒産した。実業家、政治家で、後にスロバキア共和国国民議会副議長を務めたビリアム・ベテシュから民間投資家グループによって1995年6月24日に設立された。当初、 機材を保有していなかったが、運輸郵政通信省は1996年12月19日、1年以内に航空事業を開始させることを条件に、航空運送事業免許を交付。ロシアの対スロバキア債務省官の一環として、引き渡されたスポレフツ -154M 型機3機などを用い、1998年5月に運航を開始。その後、 スロバキア政府が1999年7月30日、全株式を取得し、特殊会社化した。2002年以降、ボーイング737やボーイング767などを導入。定期路線のブラチスラバ・モスクワ・シェルメーチェボ線、ブラチスラバ・ブリュッセル線を運行したほか、ブラチスラバ及び個室へ発着で、ロシア、スペイン、キプロス、トルコ、ギリシャ、ブルガリア、 チュニジア、イタリアへのチャーター便を運行。この他ウェット、リース事業も行った。国有会社や特殊会社の民営化政策に伴い、スロバキア政府は2005年1月、オーストリア航空が設立した SLL 有限責任会社に株式の62%を売却し、事実上、オーストリア航空の参加に入った。しかし間もなく、巨額の母外債務が発覚したため、 オーストリア航空は保有機のうち2機を引き上げるとともに、スロバキア政府に対し1億7100万、スロバキアコロナの賠償を求めて欧州委員会に訴えたが和解することができず、スロバキア航空は2007年1月30日に運航を停止。2007年3月2日に破産申請を行い、倒産した。従業員の80%はトレンチイン日本社を置く。 チャーター便専門会社のシーグルエアが引き継いだものの、同社も2009年10月23日に経営破綻した。オーストリア航空参加に入った2005年に導入したポッカー100。ありがとうございます。